にちは。こんにちは。さあ、聞きたいこと山ほどあってさ、はい、で深夜もね、いろんな経験をしてきてるから、うん、山ほどあるんだけど、そのやっぱこうリーダー論を聞きたいよね。リーダー論か。いや、やっぱりリーダーをやった人じゃないとわからないと思うし、まあ、このチャンネルでもリーダーになろうとか、うん、今リーダーの人とだとか いろいろいるんだよね。だからちょっと深夜のリーダー論をちょっと聞きたい。まあアテネのオリンピックの時のキャプテンもやったし、で北京もやったんだっけ。やりましたね。で WBC もやったんだっけ。 WBC はキャプテン戦敷いてないです。敷いてない、うん、でもやっぱこうアテネをきっかけに、うん、やっぱこう球界のリーダーというかさ、キャプテンという位置づけもなんかこなしてきたわけじゃない。だからそこら辺のリーダーに大切なこととか、そういうのをちょっと聞きたいよね。うん、まあもう単純に言うと、やっぱり自分の行動言葉ですよね。ここがしっかりしないと、まあ、成人君子みたいなっていうことじゃないですけど、やっぱりその、まあ、僕らは職業野球だからということで、野球に関しては、うん、やっぱりそういうのをちゃんとするというのがまず大前提で、あとは、まあ、広く大きく見とくことですね。だから僕はこうだからこのやり方ではダメだと思うんですよ。芯はないといけないけど、ちゃんと枝はいっぱいつけないと。森を見て何を見ないとかですよね。そうそう、はいはいはい、そうそう、やっぱりこうそこだけ 見ないで、やっぱり大きくもういっぱい木がある森をちゃんと見て判断していかないと。だから一番僕もいろいろ聞、まあ、人からも聞いたのを参考にしてやりましたけど、例えば自分がまあ A っていう案を出しました。でもこう進めていくうちに、いや、やっぱり B だったなと思う時あるじゃないですか、うん、でそれをダメな人は変えないらしいんですよ、ね、うん、俺はもう A って言っちゃったから A でいくって、うんうん、でもそのやっぱり B の方がこれうまくいくぞって確信を持った時には、うん、おい、こっちじゃなくて B だぞってできる人が、うん、僕多分優秀だと思うんですよ。まあ変更が効くということですね、従来に、ね、臨機応変っていうのは、うん、俺ね、ちょっとクイズ出していい、うん、これリーダーに適してるかどうかっていう性格のテストなんだけど、10階建てのビルがあって、これが震災になりました。で下は火事で上にはヘリポートがある、震災になったんだよ。で5階にいます。で深夜がリーダーとしたらどっちに逃がす？え、それは人がどれぐらいいるんですか？まあまあ10人とか20人いて、ヘリポートは全部行けるんですか？それはなんか助けに来ればね、ヘリポートに行くか、もう下の火事のところで降りるか、うん、でもう抜けるか、いや難しいですね。いや難しいよこれはね、結構その心理テストというか考え方のテストがあるんだけど、リーダーとしての僕その火事の程度によりますけど、うん、下かな、下に逃げる。でまず1問目ね、うん、で2問目、これ2つしかないからね。 60% のみんなの賛同と自分が信じてる 40%、 これどっちを取る？ 40。 やっぱリーダーだわ。え、これは震災になったらリーダーってこれを助けに来ないっていう考えをするんだって。だから自分自力でやっぱり逃がすことを考える。で火事っていうのは必ず道ができると、だそれを経験でリーダーは知ってなきゃいけない。だまあ野球のことでリーダーすればさ、いろんな経験してるから、うん、多分絶対下に逃げて道を見つけると思うんだけど、自然災害の時にやっぱり下っていうのは自力でやろうとする、うん、でリーダーっていうのは 60% 取るよりも自分を信じた40を取ります。もうまさに、いや、リーダーでか、だからリーダーだからいいとか逆に出る方はこれはマネージャーなんだ、そういう考え方のテストがあるらしい。だからリーダーなんだね。だって上上がって
まあその人の人数によるじゃないですか、うん、ヘリポートってもう2人ぐらいしか乗れないでしょ、うんうん、でそれ考えたら1人2人助けるよりかは全員助かった方がいいってなったら全員死ぬかもしれないけど、うん、自分らで見つけた、うん、まあまあそういうことですよね。そう自力で行った方がいいな。だから震災の時はやっぱ80ぐらいになったら考えますけど、うん、やっぱり60で40でしょだったらまあそれくらいダメだった。テストはね73でやるんだけどね。あ、そうだな。73ぐらい。これ公園でやると大概はねマネージャーの方に上に逃げて待つ、あの、うん、まず助けを待つ、うん、でも震災リーダーっていうのは震災だから助けに来ないっていうことを考えるらしい。だから自力でなんとかする道を選ぶらしい、うん、まさしくリーダー性格的に。でもリーダーをやりながら何を学んだ、まあ、アテネの時のキャプテンつらかったと思うよ。オールプロでさ、はい、初めてのオールプロのチームだし、うん、初めてのキャプテンだし、そこでまあでもなんていうんですか、腹据えてやったらまあなんとかなるかなみたいなとこですよね。何を学んだったら結局何やるにしてもどれが正解なのか分かんないじゃないですか、うん、まあ確かにね。だからもう自分がその自分がしたいというよりかは、例えば、まあ、アテネオリンピックだったら、うん、この日本代表のチームが良くなることをまず考えなきゃいけないんですか、うん、金メダルを取ることを。でそれに沿って自分が行動すればいい、うん、でそこでダメだったら責任取れたり、その腹の据え方ですよね。まずだから僕も選手会長もやりましたけど、うん、プロ野球界が良くなるようにしないといけないので、選手会ばっかりの主張もダメだし、向こうの言いなりもダメだし、ここをひっくるめてみんな何が一番いいのかっていうことを信じてやらなきゃいけないので、まあやっぱり自分さえ良ければいいっていうのはまあなんとなくなくなったと思います。なるほどね。もう北京の時にあったんだよね。あれはつらかったです。なんでつらかったそれ。だアテネと北京では何が違ったの。だから僕はその時その初めてアテネの時はやったんで、結局何もわからないまま突っ走ったらみんなついてきてくれたみたいなところあるんですよ。で、まあ、北京の時も多少ちょ知恵がついて、でこうやってやっていこう、で、まあ、予選の時もうまくいきました。で本戦もそのままいきました。でもいろんな条件が変わってて、それじゃダメだったと思うんですよ。でも僕は変えなかった。さっきの話だけど A でやったなら A でいこうっていう、そこはもう北京で学んだんですよ。やっぱり臨機応変にパッパッと変えれないとダメだなと思った時に違う方法を考えないとダメだと思ったのが北京なんで、やっぱりその単純に言うと年齢が全然ギャップです、ね、アテネは30前後でガッと固まったでしょ、まあそうだね、で岩隈とかが若いのだったぐらいで、どちらかというともう ここの意見なんか誰も聞かないじゃないですか。確かにね。で北京の時はこういうふうに分かれてたんですよね。だからこっち側でグループもできる、でこっち側はなかなか分かってくんないのかみたいなところが多分あったと思うので、まあ戦い方もそうですけど、逃げ道じゃないけど、とにかくベスト4に入ってそっから2つ勝てばいいんだという考えが僕はダメだと思うんですよ。なるほどね。当てる時は全勝でいこうと。そうそうそう、行かないといけない。まあ、1試合負けた時はもう強みたいになっちゃったけどね。だから結局北京は韓国はそれをやったわけですよ、うん、全勝で優勝したんですよ、はい、だからできないことないですよ。やっぱりそこを目指さないと、その中で何ですか、負けゲームを作るとか、まあここで次の試合もあるからこのピッチャー使わないとかっていうのはベンチがやる仕事なので、選手はもう一戦一戦全部全力で勝ちに行くっていうことがちょっとできなかったというか、最初の方針が甘かったという、僕は甘かったかな。まあ僕もそういうふうになってたんで、まあ川沿いをしちゃったんだね。そうですね、まあ、そういうことは勝負に対して言えばダメだということ。ダメです、ね、でもチームの編成って難しいな、やっぱ作っていくのにな。難しいです。まして、あの時代は即席のチームなんで、うん、余計難しかったですね。でも単独のチーム、まあ、例えば セパも含めて、うん、やっぱそういう誰を配置するか、ね、誰を育てていくか、これはやっぱ難しいな。やっぱ本当に強く
なるチームはね、芯が欲しいですよね。芯が欲しいな、やっぱリーダーがやっぱ絶対必要だということだね。そうですね。